動物を捨てることは犯罪です。そう法律で決まっていても、ペットを捨てる人は存在します。バレないはずと思って、犯行に及ぶのかもしれませんが、世の中は壁に耳あり障子に目あり、誰かに見られているものです。今回もブラジルで、一匹のワンコが路上に捨てられていました。しかしその現場が、動画で撮影されていたことから、ワンコは保護され、警察にも通報されることになりました。2016年3月、ブラジル南東部の都市イタビラの近くで、一匹のワンコが捨てられました。その現場が撮影された動画を見てみると、周囲に何もない路上に止まった車から、ワンコが降ろされました。尻尾を振りながら、飼い主も降りてくるのを待つワンコ。しかし車はワンコを残して、そのまま走り去ってしまいました。あれ?とワンコは車の後を追いかけるが、もちろん追いつくことはできません。しばらくするとワンコは走るのをやめ、途方に暮れたように、周囲をうろうろし始めました。海外メディアが伝えるところによると、この動画を撮影したのは自転車に乗った女性。彼女はワンコが捨てられた場面を、目撃、撮影した後、一度は家に帰ったものの、ワンコを保護しようと、再度現場に戻ったそうです。しかしその時には、すでにワンコは姿を消していました。女性はワンコが捨てられたことを、警察に通報した後、動画をネット上で公開しました。そのショッキングなシーンから、動画は話題となり、ワンコを捨てた人物に対して、批判も集中しました。そして人々はワンコを放っておきませんでした。一人の男性がワンコの安否を気遣って、実際に現場を訪れました。ワンコはすでに他の場所に移動していたようですが、男性の懸命な捜索により2日後に発見、保護されました。現在ワンコは新たな家族に迎えられて、幸せに暮らしています。ご視聴いただき誠にありがとうございました。ご感想など、お気軽にコメントください。チャンネル登録をお願いします。